はいと皆さんお疲れちゃんでございます。ラバルルでございます。はい、ということで本日はですね、ちょっと私配信環境、こちらのトラコンの方の配信環境ですね、はい、をちょっと今整えてまして、前々から配信で言ってたんですけど、コメントと YouTube でこちらの筐体でやってると画面が今1枚しかなかったんでコメントが見れないというところで携帯で見てたんですけど、モニターを2枚にしたいと前々から言ってたんですよね、はい、でモニターを2枚ちょっと設置するのがものすごく難しい場所なんですよ。で、iPad がちょっと前からあったんですけど、iPad をですね、なんと、Windows のサブモニターにできるっていうアプリ、ちょっと発見しまして、今ちょっと繋いだらですね、見事に見えますかね？これサブモニターになってるんですよ。で、しかも iPad なんで、タッチ操作もできるみたいな、こうやって。タッチで変えられるんですよ、こうやって。こうやって。すごくないですか？こうやって出せちゃうんですよ。 YouTube のコメントもこうやって出せちゃうんですよ。なのでこれで見ながら、まあ、OBS の操作指でやって、ユートラはこっちでこうやってやってみたいな、できるだろうというところで、わかります？この感じめっちゃ便利なんですよ。しかも同じ IP アドレスの Wi-Fi につながってればなんと無線でいけちゃうということで、ものすごくね、楽にちょっとモニターを増設できたという、しかもタダで無料のアプリだったんですよ。無料のアプリでここまでできるんだったらもうこれでちょっとよくねみたいな感じで、ちょっとねものすごい発見だったんで、ちょっと今回はですね皆さんにこちらのスペースデスクというアプリをちょっとご紹介していきたいなと思います。こちら Windows と Mac 両方いけるらしいです。まあ Mac はそのままねマルチモニター化できるんですけど、今回は Windows ということで、はい、でまあ、まずなんですけど、リンク貼っておきますんで、こちらのですね、スペースデスクトップっていうサイトに来てください。でこちらの下の方にグリグリっと行きますと、Windows のダウンロードがありますんで、これ Windows 自分のビット32から64ちゃんとパソコンでチェックしてインストールしてください。で iOS の方のアプリでも同じような、全く同じスペースデスクトップの iPad のアプリがございますんで、 iPad のアプリを入れてください。で入れるとですね、こう起動しますと自動で iPad が表示されるんで、 iPad のところをクリックするともう今マルチディスプレイ化されてるということになります。はい、ものすごくね楽なんですよ。これ今 iPad じゃないですか。でこのような感じで出てくるんですよ、緑の画面で。でここに iPad っていうものが出てくるんで、起動した状態、まあ IP アドレスね、この起動した状態で iPad の方でこのままコネクトっていうのをやると、このような感じでマルチディスプレイにされています。でもう俺の場合はもう最初から拡張になってるんで、これまあ普通に最小化してシステムのところからで、こんな感じで画面1、2って分かれてたらもうこれで OK ですね、はい、でマルチディスプレイで、拡張にすると、複製ではなく拡張にすると、行ったり来たりがマルチモニターになるってことですね。拡張になると、でこれで、まあ、普通にこう YouTube をこう指でこう移動できちゃうんで、で OBS をこうやって起動して、はい、このような感じにすると OBS をここで配信スタートして、まあこうやってちょっとチェックしながら、コメントのチェックをこうやってしながらタッチでいけちゃうのがねめっちゃ楽。やっぱ iPad ユーロトラックシミュレーターを、このような感じでユーロトラックシミュレーターを起動しながらですね、こちらで OBS の操作と YouTube のコメントチェックができるということで、これでもう事故らないっすね。はい、このような感じでかなりね、こう初代から2番目ぐらいの第3世代の大きい方の iPad なんですけど、もう全然多分12インチぐらいの iPad なんですよね。はい、ただもう本当にこれですごいね、便利に、この何でしょう、トラコンもこの間ご紹介した通り最適化したので、マジで
整った、うん、ちょっとやっぱね疲れるってところがあって、ちょっとこっちのトラコンでこの配信環境ね、はい、こう配信するのがちょっと億劫だったんですけど、ここまでもう揃ったら配信ももう全然億劫にならずって感じですね、はい、素晴らしいと思う本当に。うん、なんかねこれはちょっとねメインの PC の方にもちょっと導入したいぐらい、ものすごくね画期的な iPad マルチディスプレイ化なんで、ぜひ皆さんねちょっと参考にしていただきたいなと思います。 iPad 持ってる iPad 大体皆さんね1台を持ってるでしょうから、使ってない iPad とかをやっぱマルチディスプレイにして、でやっぱね Windows なんですけど、 Windows ってもともとタッチパネル対応してるじゃない、で iPad ってもともとタッチ、それこそタブレットなんでタッチでいけちゃうのがねめちゃめちゃ楽。Android にも対応してるんで、Android のタブレット結構大きいやつ買ってマルチディスプレイとかするっていうのもありだと思います。でデメリットは無線なんで Wi-Fi で繋がってるんで画質がちょっとだけ悪いっす。ただ文字はもう全然読める、文字全然読める範囲なんで、はい、本当にマルチディスプレイとして、まあ、簡易的に増設するっていう点ではかなり使えると思います。はい、ということで本日はですね、はい、iPad を使用しました、マルチディスプレイ化ですね、はい、ご紹介いたしました。無線でできるっていうのもめちゃめちゃ強いと思いますんで、はい、ぜひ皆さんですね、私みたいなコックピットでやってらっしゃる方は特にですね、マルチディスプレイ化、こちらのタブレットホルダー含めて、タブレットホルダーでねここにパーンと置いちゃったらめちゃめちゃ楽なんで、はい、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。こちらのアプリに関しましては概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひチェキラをしてみてください。ということで皆さん、またですね便利なアプリ等々ございましたら、こちらのコックピット環境の改善ということでご紹介していきますので、皆さんそちらの方の動画でまたお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。